ははいこんばんばサディールーム斉藤です今日は Zoom オンライン授業の進め方の3回目です。でメニューについていろいろ説明していってます。で今日は一番重要となるこの画面を共有から説明していきます。 はい、まずこの画面を共有なんですけどもこれを押してやると共有したい画面が出てきますでこれ今、えー、私がまあ立ち上げているウィンドウが出ていますあまずホワイトボードはいこれを共有してやるとはいこちらでこう書き込むことができます 例えばこうスタンプを押したりですとかあとこういうひし形を描いたり長方形を描いたりできます。もちろんこの色を変えたりえこう線の太さを変えたりもできます。 で、えー、テキストを入力することもできますこんな感じでテキストを入力することもできますフォーマットやと思うんですがここで、えー、そのテキストのサイズなんかも選べますはいこんなふうに 書き込むことができます。で、この選択でこう移動もできます。で、消しゴムで消してやることももちろんできます。で、この消しゴムあ、でこの画面参加者からも書き込めます。で、参加者からも書き込めるんですけれども、えー、この消しゴムは参加者の場合は自分が書いたものだけが消せるようです。 はい、じゃあこの共有を停止します。はい、次、他のもん共有してみましょう。はい、えー、次の共有は、えー、例えば PowerPoint。はい、PowerPoint を共有しましょう。で、この PowerPoint は、はい、実際 PowerPoint の方の画面で、 はい、まあこれ YouTube に上げていた PowerPoint なんですけどまあこういうふうに PowerPoint を操作してやるとその PowerPoint の画面を共有することもできますはいこれも共有戻りましょうはい次ちょっと他の共有でえっ、ー、と まあ、うちが一番欲しかったのがこれですねだから電子黒板の共有もできますでこの電子黒板を共有していくとまあこんな感じで見えると思いますはいでこれもまあ共有を停止します そ,うそれと、えー、これ有料版かな今までちょっと分からなかったんですけれどもこれも便利やなと思うのがこういう iPhone とか iPad これを AirPlay でつなぐことができますでこれ最初に押すとあのー、<laughs> アドオンがまあ必要ということで、えー、何かそのアドオン をラウンロードしますで一度ダウンロードすると、はい、これ共有してやると、はい、この iPad 側の AirPlay でこれでも iPad のミラーリングができましたですからこれ私の iPad の画面で例えばこの iPad でカメラを立ち上げてやると、はい、こういう風にキーボードを映したり。 まあ何かここに教材を置いてあったらこの教材をまあ写真というかもうこのままえ言った初画カメラのように見せることができますはいこれも共有を停止しますはいですから画面の共有あっま,まあもう一個あと画面ってこの画面を共有したらもう全部の画面の操作とかも共有することができます ですからもうパソコン上で見えることはほぼ全て共有できるんじゃないかなと思います。で、その画面の共有の横のメニューですけれども、えー、同時に1名の参加者が共有可能。まあ、これにチェック入れとった方がいいと思います。えー、デュアルモニターなんかやったら複数の参加者が同時に共有可能もできるようですけれども、あのー、その生徒さんの授業の場合で複数の参加者が共有は難しいと思うので、これは 同時に1名にチェックを入れてお,おいた方がいいと思います。はいそれと高度な共有オプション、はいこれを押すと、はい、同時にさ、えー、共有できる参加者、さっき言った1名がいいと思います。で共有できるのは、まあ、ホストのみにしてもいいですしまあ私は全参加者にしてます。あの生徒さん側が何か あの質問があるときに、じゃあちょっと写真撮って見せてっていうその写真を共有したりできるかなと思ってます。で、その下他の人が共有している場合に共有を開始できるのは誰ですか。これはホストのみにしとった方がいいと思います。例えば私が授業であの電子黒板の画面を共有しているときに、他生徒さんがなんか他のもん共有してそれが中断するのは防げ防ぐためにはこれはホストのみにしておいた方が。 いいのではないかと思っていますはいまた今日も長くなってしまいましたまあでも今日は一番メインであるこの画面を共有について説明いたしましたはい今日はここまでにしておきますはいどうもご視聴ありがとうございました